柴金の最近埼玉目から鱗、視覚障害者はこうやって視覚をクリアする、追跡視覚障害者の単独移動。皆さんこんにちは、全盲の政治市民活動家柴金、島垣金也です。毎週金曜日17時夕方5時は島金の最近埼玉。今回は目から鱗、視覚障害者はこうやって視覚をクリアするの第2回、追跡視覚障害者の単独移動往路編をお送りします。1、自宅玄関で施錠。はい、自宅の玄関ドアの施錠が完了しました。日常的に私は一つしか鍵は持ちませんので、鍵穴の位置はドアノブの上にあることを覚えていますから、施錠はさほど大変ではありません。記憶を視覚の代わりに上手に使う、記憶視力とでも呼べばいいんでしょうか。とにかく視覚障害者は記憶を大事に使っていると言っていいと思います。2、マンションの通路を歩く。マンションの共用部通路には黄色の点字ブロックはもちろんありません。じゃあどうやって位置を確認するかということなんですけど、私は通路をできるだけまっすぐ歩くために杖の先を床にできるだけ押し付けて、杖先がふらつかないようにしています。それとエレベーターホールの確認にはやはり杖の先でコンクリートの壁を軽くコンコンという感じで叩いて、ああもうすぐエレベーターだなというふうに位置確認をしながら歩きます。そしてエレベーターホールは自宅から歩いてきた通路向かって右側にありますから、そこまで来たら空間認識でエレベーターホールを把握します。はい、そしてエレベーターホールに来たら右手で下の階に降りるボタンを探して押します。3、エレベーターに乗り込んでボタンを押す。はい、右側のエレベーターが来ました。左右どちらのエレベーターが来たかはやはり耳を凝らしていてドアが開く音で把握します。そしてエレベーターに乗り込みます。ここで一つ目のポイントです。マンションはいわゆる共同住宅ですから、他にお住まいの方とエレベーターで一緒になることが当然あります。視覚障害者だからといってご近所の方にご挨拶しないわけにはいきません。エレベーターのドアが開いて中に入るとき、私は必ず軽く会釈をしながら、朝ならおはようございます、日中はこんにちは、夜はこんばんはと言葉を発しながら乗り込むようにしています。小さなお子さんを連れた親子連れなどが乗っていたりすれば、エレベーターの中も賑やかだったりするので、そんな時はドアが開けばどなたかいらっしゃると分かりますけど、やはりこちらから挨拶した方が相手の方も大抵はお答えくださいますから、結果的に誰も乗っていなくても挨拶は視覚障害者である私からした方が気が楽だと私は思っています。はい、では1階に降りますから一番左下の1階のボタンを押します。なおエレベーターに関しては袋編でもまたいくつかご説明します。4、マンションの玄関を出て点字ブロックを頼りに駅に向かう。エレベーターが1階に到着、出たら少し前方に進んで左側にエントランスから出る自動ドアがありますので、そこをまず出ます。ついで外に出る自動ドアを出ます。で、私はまず杖先で玄関左側の植え込みをなぞります。なぜそんなことをするかというと、玄関の真ん中に丸い植え込みがあるんですよね。それを避けるためには左側の植え込みをなぞればぶつからない。そのために左側に寄るためになぞるというわけなんです。そして耳を凝らして左右から自転車や人が来ないか、来ててもまあ相手が避けてくれることを念じつつ、道路を渡って駅の階段などへと続く黄色い点字ブロックが敷設された歩道に上がって、ブロックをなぞりながら駅の階段へと向かいます。5、駅に向かう階段を上る。駅の改札口に向かう通路へと続く階段は私が歩いてくる左側に位置しています。ちょうど左側に空間が空けたなと感じたら
杖先で探りながら階段の左端から登り始めます。私の杖の使い方をよくご覧ください。杖先で階段のへりの部分を確認しながら登っていることがお分かりになりませんでしょうか。途中で1箇所踊り場がありますけれども、ここも杖先で把握していますから、ぎこちなくはなっていないと思います。そして登り終わりの部分もちゃんと把握していますから、ガクンなんてずっこけることはありません。6、駅の通路を点字ブロックを頼りに改札口に向かう。与野駅の改札口へ向かう通路はさほど広くありませんが、真ん中に点字ブロックが敷設してあるので、左側通行で改札口に向かう人は左側、逆に改札口から出てきた人は向かって右側を歩いて来られますので、ちょうど真ん中に点字ブロックがあるのは朝晩の少々混雑した時間帯でも杖をついて真ん中を歩くと目立つので、私はこの真ん中に点字ブロックがあるのはとてもいいと感じています。あと私はできるだけ駅の通路など人が多く往来したり、限られたスペースのところではできるだけ杖で床を叩いたり擦ったりする音は少々強く大きめな音にするようにしています。要は警告音のような効果を狙ってのことなわけです。7、音声案内がある自動券売機でスイカのチャージをする。実際に1000円チャージする。自動券売機のところに来ました。私はオートチャージのスイカを使っていますので、自分一人の時にスイカをチャージしたり切符を買うことはないんですけど、今日は皆さんに知っていただきたいことがありますので、自動券売機でスイカに1000円チャージするのと切符を買うのをご覧に入れたいと思います。まず今の自動券売機はタッチパネル式が大半ですよね。視覚障害者がチャージをしたり切符を買うのをどうやるか、やはり音声のガイドを頼りに操作をするんです。おおむね駅には1台は音声で操作をガイドする券売機があります。それはどれかというと、点字ブロックで案内されている券売機がそれにあたります。私もここ最近はずっと操作したことがないので不安ではありますが、ではやってみます。乗車券購入は1をチャージは、2を履歴印字は、3を押してください。 IC カードを入れてください。チャージ可能金額は500円、1000円、2000円、3000円、5000円、10000円です。金額を入力し最後にシャープを押してください。1000、1000円です。チャージ金額を入れてください。領収証が必要な場合は1を、不要な場合は2を押してください。ただいまチャージ中です。領収証をお取りください。完了しました。あ、なんとかできました。領収書ももらいましたけど、視覚障害者は紙の領収書をもらってもね。8、音声案内がある自動券売機で切符を買う。今度は切符を購入します。なお切符の購入は向かう駅までの運賃を事前に調べておいて、いくらの切符を買うのか決めておかないとなりません。乗車券購入は1をチャージは、2を履歴印字は、購入金額を入力し最後にシャープを押してください。1、4、0、大人140円です。領収証が必要な場合は1を、不要な場合はただいま発券中です。切符をお取りください。10円でです。切符をありがとうございました。9、今ではスイカが主流で切符を通せる自動改札機が少ない。最近はスイカなどの IC カードやスマホのタッチで改札を通過する人が多く、切符を通せる改札機が少ないのも見えない、見えづらい視覚障害者にはとても厄介なんです。10、スイカを使って改札を通る。
それでは私はいつも使っているスイカで改札口から入ります。私は次の動作のためできるだけ向かって左側の改札を通るようにしています。11ホームへ向かう階段を降りる。なんでできるだけ左側の改札機を通るのか、お分かりいただけましたでしょうか。私は一人単独の時、改札階とホームとの上り下りには原則階段しか使いません。与野駅では改札口を入ると向かって左側、それも一番改札口からすぐのところにホームに降りる階段があります。左側の壁を杖先で探りながら階段へと左側に回り込みます。そして降ります。この時も杖の使い方をよくご覧ください。先ほどの登る時と比べていかがでしょうか。次に下ろす足先の階段のへりを杖先で叩いて確認しながら降りていることがお分かりになりますでしょうか。杖、白杖を視覚障害者はただ持ったりぶら下げているわけではないんです。特に杖の先や下の部分を使って床や壁、階段のへりなどを確認しながら歩いたり移動しているんです。まさに杖は視覚障害者の目の代わりとも言うべき、とても大事な道具なんです。なので視覚障害者が持っている杖をむやみに掴んで引っ張ったり、杖を持つ手や腕を黙って握って引っ張ったりしては絶対にいけません。だってそうでしょう。あなただって急に目を塞がれたり頭や顔を掴まれたりしたらとっても驚くでしょうし嫌ですよね。それと一緒です。視覚障害者の白杖は視覚障害者の体の一部なんです。気をつけてくださいね。12、なぜエレベーターやエスカレーターを利用しないのか。ここでなぜ私が一人単独の時はエレベーターやエスカレーターを利用しないのかをご説明しておきます。単純なんですが、視覚障害者は動くものが視覚で把握できません。階段は動きませんけど、エレベーターやエスカレーターは動く、動いているということです。視覚以外の感覚、例えば耳、聴覚だけで動いているものを把握することは非常に困難でしょう。あなたがエスカレーターの前で立ち止まって目をつぶり、そのままエスカレーターに乗ることができますか？特に上りと下りのエスカレーターが並んで設置されているようなケース、駅のホームではとても多いですよね。時折上りエスカレーターですとか下りエスカレーターですというようなアナウンスが流れている時もありますが、並んでエスカレーターがあるところで向かって左上りエスカレーター、右下りエスカレーターですというような、右が上りか下りかを音声で案内しているケースには出会ったことはないですね。要は怖いし確実性に不安があるから使わないんです。あとエレベーターですが、これも単純です。一人単独で乗ってもボタンの位置が分かりません。そもそも乗る前にエレベーターを誘導するボタンがどこにあるかが分からないわけです。冒頭のマンションのエレベーターは毎日のように乗り降りしていますから、ボタンの位置も記憶しているので使えます。ほとんど使ったことがない。駅のエレベーターではそうはいきません。あと待つより階段を使った方がよっぽど早いし確実なわけです。なおエレベーターやエスカレーターを使わないのは私事なので、他の視覚障害者には階段よりエレベーターやエスカレーターを優先してお使いになる方もおられるかもしれません。でもそれは原則かなり使い慣れた駅や場所でだと思います。とにかく視覚障害者は動くものの動きを把握するのは難しい、だから視覚障害者なんですということは覚えておいてくださいね。13、ホームドアに向かって電車が来るのを待つ。与野駅にはすでにホームドアが設置されています。本当に視覚障害者にとっては一人単独で電車を利用するとき、このホームドアがあるかないかで緊張感が全く違うと思います。私はそれでも原則
東京方面に向かう上りでも、大宮方面に向かう下りでも、必ず同じ場所、同じ位置から乗車します。これはホームドアが設置される前からです。今はホームドアが設置されましたから、ホームを歩いても転落の危険はないですから、少しくらいホーム上を移動しても良いのかもしれません。でも電車に乗れば当然目的の駅で降りるわけです。要はいつも乗る場所が常に決まった場所からなら、目的の駅でも降りる場所は必ず決まった場所なわけです。現在私が一人、単独で向かう駅はほぼ決まっています。降りる駅でもいつも同じ場所なら、降りた後階段までの動き方はおおむね記憶しています。ここが2つ目の大きなポイントです。視覚障害者は視覚で自分のいる場所、周辺の様子が把握できなかったりできにくいのです。なので決まった位置、場所から決まった位置、場所へ移動すれば、そこからの移動は記憶が大きな道しるべになるわけです。例えばどなたかに大宮駅で京浜東北線の電車に乗るまでガイドしていただいたとします。私は6号車の5号車寄りの優先座席のドアから乗せてほしいと依頼します。なぜか与野駅に到着した時、いつもの場所に降り立てるからなんです。視覚障害者はとにかく記憶を多用するので、ランドマークという目印を大事に行動しているということをぜひ覚えておいてください。14、電車が入ってきたらホームドアに沿って待つ。ホームのアナウンスで間もなく乗り込む電車が入線してくることが分かりました。ホームドアが開く場所の脇に立ちます。当然ですけど、まず電車が停車してドアが開きますと降りてくる人がおられます。私はなんとなく人影は少し分かるので、そろそろ降りる人はいなくなったようだなと感じたら、杖でホームと電車の隙間を確認しながら電車に乗り込みます。15、無事乗車。ドアが閉まって電車が動き走り去る。はい、電車のドアが閉まり、ホームドアが閉まりました。無事乗車出発です。隣駅の埼玉新都心駅まで行ってきます。皆さん、島金の最近埼玉、目から鱗、視覚障害者はこうやって視覚をクリアするの第2回追跡視覚障害者の単独移動往路編、自宅を出てから電車に乗り込むまでいかがでしたでしょうか。私のような視覚障害者は移動においては記憶と音、聴覚、白い杖、白杖の先からと足の裏などからの触覚をかなり駆使して移動していることをお分かりいただけたでしょうか。視覚を使えずともできるだけ確実に、そして安全に知恵と工夫を凝らして移動している、そのことを少しでも感じてご納得いただけましたら幸いです。次週は今回の後編、追跡視覚障害者の単独移動袋編をお送りします。島金の最近埼玉、それではまた来週金曜日の17時夕方5時にお会いしましょう。ご評価コメントどしどしお寄せください。そしてチャンネル登録もぜひお願いします。それが私島金の力になります。ではまたお元気で。